笑い芸人の博多華丸・大吉さんです。どうぞステージお越しください。原さん、博多華丸・大吉さん、今日はようこそお越しくださいました。ありがとうございます。日本一穏やかな漫才師とも言われています博多華丸・大吉さんです。よろしく。褒められてますよね。すごく褒めてます。穏やかな、本日は、明治ブルガリアヨーグルト50周年おめでとうございます。博多華丸・大吉でございます。穏やかな漫才師枠というのがあるとはね、今日まで思いませんでしたけども、呼んでいただけて嬉しいです。今日はよろしくお願いいたします。明治ブルガリアヨーグルトは発売以来50年間皆様に美味しさと健康の価値を届けるために日々たゆまぬ努力、そして進化を続けてきました。その歴史や歩みについてお二人どういうふうに感じられるか聞かせてください。大吉さん、もう本当におこがましいですけど、この50年、もう吉本、芸人の世界でいうと師匠を超えた、もう大師匠と呼ばれる方々の芸歴になる長い間、言ってもリーディングカンパニーとしてずっとこの、業界を引っ張ってこられるっていうのは、もう本当シンプルに単純にすごいことだなと、思います。はい、花丸さん、いかがですか。そうですね、やっぱ50年っていうか53歳なんですけど、3つ先輩だなとか思うのも、でも本当にこう継続は力なりというか、我々の業界でも、長く続けていくということ本当にこう大変で、もう本当にこう、ずっとこう地道なこう積み重ねがないと、ここまで来れないというふうにはすごい思います。本当にとても皆さんに愛される。僕らも本当にこう育って、これで育ちましたんで、なんか一緒に、なんか社長に届いてるか分かりませんが、二人三脚でブルガリアヨーグルトと成長していったと言っても過言じゃないですか。過言だと思いますけども、日本中、世界中の人がそうだと思うので、そうですね、なんだったら私もそう思ってます。みんなそうだと思います、お二人はお笑いの伝統を大切にしながら時代に合わせてこう進化とか成長を続ける、これに対して意識してるとか目指したいと思っているようなことありますか。ちょっと難しいと思いますが。そうですね、で答えたところで需要はあるのかなという心配の方が、すごくありますよ。でもやっぱり同じことをやっていても多分舞台には立たせてもらえないので、伝統というか我々が今まで、今年で33年なんですけども、培ったものは大事にしながら、本当にね、おこがましいですけど明治さんのようにちょっとでも、先に進んだ、ちょっとでも新しい、時代に合わせたネタを作り続けるぐらいのことはやらないといけないな、そのために最善を尽くさないといけないなと思います。そうですね、だから芸歴も33年なんですけど、33年間をこうなんていうんですか、のがゆえにこうなんですか、今の若者とはちょっと違ってこう、味わいというか人柄というか、だからその見えない良さがなんか少しヨーグルトでいうとホエーみたいなね、ちょっとそこが栄養あるんだみたいな、ありがとうございます。ホエーに包まれたような芸人になりたいなと、ずっとそれがちょっと出てきたんじゃないかなっていうのはね。みんなホエーは出ると思うんですけど、僕らなりのホエーを、これからも少しでも出していきたいなと思いますね。松田社長、ちょっとブルガリアヨーグルト通じる部分ありますね。そうですよね、33年、我々は50年と、多少先輩ではいいです。大先輩。大先輩です。すみません、失礼いたしました。そしたら元先輩です。もちろんです。でも私もテレビ拝見させていただいて、花丸・大吉さん、朝から、出てらっしゃるし、夜の夜中も出てらっしゃるという、朝から晩まで対応できる、なかなかいらっしゃらないキャラクターだと思いますけど、我々の明治ブルガリアヨーグルトも朝だけではなく、お昼も夜も寝る前にも皆さんと同じように朝から夜までオールマイティなヨーグルトですので、ぜひその辺も今度はお勧めしていただきたいなと思います。我々写真集出すつもりないですけど、その時は、そういう機会があれば、写真集出されちゃうとヨーグルトはちょっと腐っちゃうといけないので、お願いします。わかりました、何かあれば頑張ります。よろしくお願いします。まだ世に出ていない新商品をお召し上がりいただきます。特別にご用意いたしました。お召し上がりください。お召し上がりください。すみません、いただきます。皆さんはこの後あります。ありがとうございます。
ずはじっくりと味わっていただいてから感想をいただこうと思います。すごい、もう完食に近いですね。ほぼマイクを使ってください。33年やってるんだから恥ずかしいよ。美味しくてですね、自分の使いであのなんか酸味がさらなんかちょっとまろやかになった感じでも、ちゃんとこうヨーグルトのすごい美味しさもこうちゃんと際立ってなんかすごい、だからあの食べやすくさらになったような気がしますし、なんか調理とかあの料理とかにこう加えるのにもちょっとすごい向いてるような、うんうん、気がしますけども、はい、それもいいですね。はい、とても美味しかったです。特別に美味しかったです。ありがとうございます。ヤキさんお願いします。いや本当に味が濃厚で、あのちらっと今天野さん言いましたけど、なんかいろんな食事の後のデザートで食べるみたいなことも多いじゃないですか。ヨーグルトってもう何にでもいけるなと。和食の後でも、まあ洋食がメインだと思いますけど、和食の後でも中華の後でも何の料理にも合うような気はしましたね。はい、で本当にあの舌触りというか口に入れた感じが今までとはなかった感じはありましたね。はい、うん、ありがとうございます。お二人の漫才のように濃い、はい、しっかりとしたヨーグルトだと思ってますんで、はい、その通りでしょ。でもいや、おっしゃる通りです、はい、2024年発売ですか、はい、そうです、はい、ぜひ CM の方ここで言うことじゃないきちんとやってます。ここで言うことじゃない、はい、よろしくお願いします。それでは発表はまず花丸さんお願いします。はい、まあ、僕はですね、明治ブルガリアヨーグルトの発酵、はい、ヨーグルト発酵ですか、はい、にかけまして、こちらです。発酵で、光にちょっと変えたと、はい、まあ、芸人としてもまあちょっとやっぱね、いい感じに発酵してきたんじゃないかなっていうのもありますし、その発酵の光って変えることによってこう、まあ、その光り輝が焼けるような、はい、人間になりたいなということでございまして、はい、すごく素敵です、はい、内側からも外側からも輝いて光り輝いていくという、はい、とっても素敵です。ありがとうございます。もう本当中途半端な字の下手さなんで申し訳ないですけど、まあ損得なしに私はこちら、はい、明るいという字にしました。はい、まあ、あの我々の仕事は世の中を明るくすることだと思いますし、多分ね明治の皆さんも世の中をね食を通じて明るくするというお仕事だと思いますので、来年以降も今年も本当に、自分なりに明るい1年にさせてもらいましたけど、来年以降ねどなた様にとっても明るい1年になればいいなという、たまたま明治の命の字にかぶっていい感じからでしょ。違います。はい、あとは補足なんですよ、歩み寄り方が飛んでるんです。あとね、朝の番組をね、あの同じ時間帯にやっているね、麒麟の川島明君へのエールも一緒に頑張ろうね、あの時間を、ここは日本一明るい番組って言ってるから、はい、私たちも負けないように、はい、一緒に盛り上げていけたらいいな、そんな芸人になればいい、なりたいなという思いを込めて、この一文字にさせていただきました。いろんな思いを込めてるわけですね、ありがとうございます。センターブロックの皆様いかがでしょうか。よろしいですか。